はい、インディーズバンドルームさんのリーダーコートボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、これもね、コメントやら、メールやらでいっぱいリクエストいただきました、はい、村下幸三さんのアキナという曲をですね、ついにここまで来ました。たど、はい、り着きました。エピソード付きでね、よくコメントいただくんですけども、はい、中森明菜さんが大好きで、明菜という曲を作ってしまったんですよって教えていただきましてですね、それを今回聴こうと思うんですけどもね、そういう、でもこの方結構女性好きだった。まあ誰でもそうですけど、なんかいきなり当たり前のこと言ってどないしたんや思ったんですけど、なんかそういう曲多くないですか。ああ、恋恋愛系多いんかなって思って、確かに初恋もそうですし、ね、でなんかそういう、ね、まあその恋愛じゃないにしろ好きな女性を、まあ、今回この明菜さんじゃないですか、中森明菜さん、はいはい、思い浮かべて曲を作ったわけでしょ。なんかそういうのが多いんかな。初恋なんかもろそうやしね。そうですね。初恋面白いですよ。初恋を歌ってる最中に初恋の人が出てくるっていう、なんかドッキリみたいな映像がありましたけど、村下幸三さんがそのドッキリを受けるっていう、あ、じゃあおまけにこれ見た後それ見ましょう。あ、そんなんあるんですね。あるんですよ。あるんですね、はい、あるんですね。その初恋の初恋もこの後に見ましょう。はい、OK です。まあ、とりあえず、じゃあ先にこの明菜、という曲をですね、はい、聞いてみよう。行きましょう。これ弾き語りかな。はい、ピチッとこう七三、ね、分けた髪型で、あ、弾き語りスタイルですね。お前のそばにいたい、頭撫でてやりたい。うふふ、ストレートすぎる。細い方、ほんまや。あ、なんかわかるわかるわかる。うん。うわー。ちょっとなんか男っぽい感じですね、今回ね。ちょっと男目線の。ね。お前のように生きたい。何もかも全てまで。うわぁ、手追いの白鳥ですって。なんか、うん、わかる。うまいこと言うなぁ。むせびないて。見せなよ。うわちょっとこう面倒見てやるよ的感じの。いやでも実際中森明菜さんって、なんか聞いてなくなりそうだけど、儚いイメージがあるじゃないですか。うわでもこの村下幸三さんすごいですね。明菜さんの本質をちゃんと見抜いて、うん、はい、ということで歌詞にして、あ、これファンからしたら納得っていう感じ違います。うん、あ、そう、その表現ぴったりです、明菜さんにみたいな。これすごいな。すごいな。あ、でもそのだってそう思いながらこの歌詞書いてこの歌詞で歌えるっていうのがすげえなと思うな。傷ついた白鳥はちょっとこう腑に落ちたと言いますか、うん、確かにって。うわ、綺麗なんですけど、何かちょっとこうちょっとなんですか、ね、暗い影も落とすような感じの雰囲気もあるじゃないですか、中森明菜さんって、うんうん、ちょっと歌詞出してみましょうか。ね、
歌詞綺麗ですね、村下幸三さん。で今回はドストレートなんですよ。ドストレートやな、あえてドストレートで来るっていう。だってまず最初お前のそばにいたいからのスタッフ、お前のそばにいたい、頭撫でてやりたい。ここ出だしが急にストレートパンチきたなって感じですよね。細い方はっていうところもね、うん、明菜さんを確かにちょっと守ってあげたい感がね、これね男性は出ちゃうんですよね。やっぱりこう細い、細くて華奢に見える人とか、まあ、弱々しく見える人ってこう守ってやりたいってなるんですよね、雰囲気が。でもやっぱりその、うん、持ってらっしゃるその感情としては、うん、結構なんか激しいものもあったりとかするじゃないですか、あの方って、うんうん、それもなんかこうね、なんだろう、一途の思いをとかね、うん、なんか純情だったりとかね、うん、なんかそこの激しさもうまいことはなんかこう表現されてますよね、うん、この歌でね、うん、まあ、そう、手負いの白鳥手負いの白鳥でも俺の胸で深く抱きなって言ってるおー、ちょっとそんな言われたらよ、なんかすごい男らしい歌詞やな、ねね、なんかあえてなんか自分のそのアキナさんが好きっていう感情をストレートな言葉で表現するっていうのを、うん、まあ、やってらっしゃるんでしょうね。だって村下幸三さんぐらいの、うん、あの歌詞の書ける力があるんだったら、もうちょっとなんかこうひねったと言いますか、うん、ちょっと遠回しな言い方するとかっていう風に全然できると思うんですけど、すごいですよね、涙はこの手で受けてやるですよ、うん、男らしい。あ、受けてくれんの俺の、はい、ここから腐ってくんで3や3なんかすげえ今回男らしい歌詞やなと思いながら、ね、はあ、最後に笑って飽きながそうですよすげえなこれすごいっすよね。見せなよとかちょっとこう、はあ、ね、強い男感を出して、うん、出してる感じの。でもこれ中森明菜さん、あ、これでもね、明菜さん自身がこの歌を歌ってるっていうコメントありましたね、うん、そうなんですね、うん、あ、どんな、これちょっと羨ましいこんな歌作ってくれてるだなんて羨ましいわほんまに作る、どれ作るんすか。いや作るも何も、なんか態度でかい、声でかい、なんか口悪いっていう内容で終わるでしょ絶対いやちゃんと作ってもいいですけど歌えますかそんな曲無理無理っすありがとうランみたいないや結局ね、そこら辺で、ね、感謝で終わるしかないじゃないですか、うん、だってもう涙この手で受け取ってやる、笑ってって、キャンディー笑って笑って笑ってキャンディーみたいな、キャンディーキャンディーみたいな、ね、違う違う、すっごい歌詞やな。でもこれこれはまあ、でもガラスの恋に打ち震えるだなんて、もうこの時明菜さんが大変やった時期なのかな、なんですかね、なんかそういう感じ。91年だって、1991年リリースって書いてますね。はい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 、これがその噂の明菜という曲だったんですね。お前のそばにいたい、いや、いいよ、ね、面の姿。うわ、やっぱりね、あの、私の気のせいかもしれないですよ、歌ってる声もちょっと男らしさ混じってる感じはありますよね、うん、ちょっと変えてます ね、いつもの甘い感じではなく、ちょっと声色変えて、うん、男らしい感出してますね。わ、村下幸三さんの男を見たような気がするって思って私聞いてたんで、うん、見た目はね、あの、ほんま七三でピチッピチッって感じなんですけど安定の、こういう曲だったんだ。これすげえ。これもね、でも実はあの結構前からいただいてたんですよ。そうですよね、村下幸三さんをやる前から、あの、村下幸三さんがこういう明菜っていうのを歌ってたんだよっていうのは、中森明菜さんの動画のコメントでね、いただいてましたよね、うん、こういうのがあるんだよっていうのは聞いてたんですよね。こういう風な歌ね、女性作ってくれたら超嬉しいっすよ。わ、ここまで私のこと見てくれてるんやって思うんでね。あ、そうなんですか。はい、まあ、でも私こんな綺麗な歌詞並べ立てられるような人間じゃないんで、ちょっと無理や思いますだから足閉じろ、脇締めろ、関節締めろとかってそういう内容になるでしょ。体操の歌やん、それな体操の歌みたいな
逆にお前頑張って女になれっていうメッセージで私は終わりそうな気がしてちょっと怖いですこういう歌でもすごいな。でもそれぐらい歌をこうやって作るぐらいまで、これもしかも普通に公式でリリースしてますから ねすごいですよね。あのやっぱりあのどうなんでしょう、村下幸三さんってやっぱり恋大きい人だったのかな。でも分かんないですけどね。これはだから幸さんの前言ってた仮説では、他の方が体験した恋も自分が体験したかのようにできるタイプじゃないみたいなことをなんかおっしゃってたじゃないですか。どうなんだこのエピソード分かれへん。意外とこう多いじゃないですか、うん、歌に、うん、恋物語がですね、その辺が結構で表現がまたちょっとすごい表現をされるんで、歌詞の内容がね、綺麗なんですよねちょっと歌詞をよく読まないとわかんところもちゃんと作ってあって、ただ単にこうストレートでスッと入ってくるんではなくて、ちょっとひねってるんで、これはどういうことなんだろうってちょっと考えさせられる部分があったりとか、感情の主観でその歌詞が進んでってるわけじゃないんですよ、いろんな視点からの、あの歌詞書いてらっしゃるじゃないですか。なんか自分の感情も書く、ただ客観的から見た状況で書くと、あとはその情景ですよね、情景の雰囲気で感情を書くみたいな。今回のこのアキナっていう曲の歌詞はちょっとひねってる部分とかがね、白鳥が出てきたりとか、まあ、でもそれ、あの中森明菜さんっていう人物をいろんな角度で表現したっていうやり方じゃないですか。ちょっとその明菜さん自体も謎大きい感じでしょ、ね、その部分をこういう歌詞でもちょっと表現してるのかな。でも例えね、うますぎと思って、初恋とかやともうドストレートですやんか。まあ、あの歌詞を聞くだけでその映像が出るような歌詞になってるんですけど、今回はちょっとひねった感じかなと思います。ちょっと謎大きいっていうか、どうなんでしょうね、その明菜さんって完全な陽キャラじゃないじゃないですか。まあそうですよ、喋ったら陽キャラなんですけど、でも影はあるじゃないですか。そのなんか雰囲気は終始そういう感じで見られることが多いかなと思って、でもそれをちょっとこううまいこと歌詞でもそういう雰囲気を表してるのかなっていう、まあいろんなこの時期にいろんなことがあったっていうのもあるかもしれない。綺麗だけじゃなくて儚い部分もあるし、常傷ついてはいるけどそれを気丈に振る舞ってる君、僕守ってあげるよっていう感じのね内容が、だからよくもう本当にもうめっちゃ見てはんねんなっていうのが分かりますよね、明菜さんのことね。でも今回ちょっと本当にこう強い歌い方の幸三さんが見れたなっていう感じですね。男出たやん、男村下幸三が男出ましたよ、出てきました。今まではどうしてもなんか少年っぽかったですよね。初恋なんかもうもろに少年ですもんね、あれね、なんか思春期の頃のっていうね、でその歌の情景に合わせて声色を変えてるんやっていうのは、ちょっとこれを見て分かったかなって感じですね。声色を変えて、こういう曲には男らしい感じでっていう感じに僕は聞いてるんやと思って、低い成分の声です、低い成分結構多い声なんですよね。なんか室下幸三さんって、まあ、この方も結構バランスの取れた声してるじゃないですか。今日はどっちかっていうとこの高音成分よりもこっちに下のところを増幅させたような、ね、歌い方してたんで、結構歌詞バーン耳入ってきますよね、強いワードで。こういう謎な曲を、謎な曲というかそのちょっとよく、なんていうのな、何言ったらいいかな、こう謎の明菜さんっていうか、ちょっと闇の部分とか暗い部分を表現するのに使うコードをいっぱい入れてるなっていう、ギターコード。あ、そうなんですね。ほう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 。最初 F シャープマイナーかな、多分これ聞いたところによるとから入るんですけども、だいたいそのコードを使う曲ってちょっとずっしりとした時に使うんですけど。あ、なるほどね。だから歌詞だけじゃなくて、曲からもっていうことですね。そういうのも全部組み合わせてこう作ってるなっていうのは感じましたね。さすが。じゃあおまけ映像でですね、はい、村下幸三さんのが初恋を歌ってる時に初恋の人が出てくるっていうドッキリがあるらしくて、これね、これちょっと行きましょうか。え、めっちゃ楽しみなんやけど。3人誰も見
あー、これやな、もうこれ聞いてもええわ。ちょっとなんかギュッて心が入ってる、うん、ええー、なー、うわ出てきた出てきた出てきた、気づいてない気づいてない、出てきた、あ、使いの人、あ、綺麗な人やな、出てきた、はよ気づいてあげて、どんな顔してるの。いやいやいや、確かにね、はよ気づいて気づいたそら、そらそういう顔になりますよね。うわ、ちょっと、ちょっとなんか伸びてる、ね、これアドリブなんかだ。ちょっとかわいい、かわいそうやな、この初恋の方がどうしようみたいな。びっくりするわな、そら。びっくりしたっていう。震えてます。タジタジになって。あら、初恋のモデルとなった方だって。あら、どうしていいかわからんよな。ちょっと涙目になってはりますよ、うん、その出る前から自分のこと好きやというのを分かったはりましたですか。あ、リアルではこうあんまりこう出せない仕方なんですね。なるほど、なるほど。これも出てきていただいて、遠いとこ本当に、今日はお寿司屋さん誰か手伝ってはるんですか。手伝いを頼みました。頼んで、ありがとうございます。一度またあの村下行動いかします。いかします。あ、お寿司のネタ、僕は何でもいいです。何でもいいです。お寿司屋さんね。と洋風やら、僕何でもいいです。あ、こんな番組があったんや、初恋と再会みたいな。なるほどね。うわ、いや、なんか村下幸三さん超かわいい。これは超かわいい。もうどうしていいかわからんよな。あの、静かに驚くんですね。静かに驚く。私なんか絶対イエーイってなるんかなと思いきや、静かに、あみたいな。かわいい。でもそのリアルではちょっと不器用だったのかもしれないね。ですね、うん、さ、そうでしょうね、村下幸三さんのこの感じでも、歌わすと、ね、歌うともうすごく表現できる方、ね、人間多分どっちか偏ると思うんですよね。うーん、もうなあ、これはでもどうしていいか分かれへんわな。いや、どうしていいか、お互いに分かるんでしょ。出てきた女性も、ね、そうそう、出てきた女性の方も出てきました。声かけた、あかりね、うん、みたいな。でも村下幸三さんすごいですよね。その歌になってるものが実在する方が多いんですよ ね。実在するっていう、だから今回のこのアキナさんもそうじゃないですか、うん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 、実在してる人を取り上げて、それをうまくこう歌にして、うんうんうん、ね、あの、まるでドラマを見るかのような歌詞を書いてですね、そうですね、この表現すごいなと思うんですけど、ね、いやー、なんかキュンってしますね、これ見たらね。もう最後のこの初恋の方と会った時の村下幸三さん、ほんま私もひたすら何回も言ってるんですけど、かわいい。そうなんですよ、照れ方がなんかあの中高生の照れ方なんですよね。あ、喋られへんけど、どうもこんにちはみたいな。多分あれアドリブで伸ばしたんかな。ですかね、落ち着けるためにね。あ、まだ行くみたいなね。最後のね、あのところを伸ばしてたからさ、なんかここを引いてこう胸をって言ってる間にこう心落ち着けてっていう。でもそれでも崩れないのがやっぱすごいっすよね。崩れないですね。動揺しても崩れない。動揺しても崩れへんっていうね。いやー、こんなね、なんか貴重な映像あったんで、面白いなと思いつつ。すごいな、だからやっぱり実在することとか、現実に起きたことを歌詞に
すごく綺麗に表現される方なのかなと、まあこの僕の感覚では思いましたけど、ね、そうですね、うん、どっちかよりもフィクションよりもその実、まあ、逆にその実在してるから余計熱こもるんかもね、まあ、プラスリアリティのある歌詞が書けるというのは、うん、歌詞のリアリティさってそこかもしらん、ねえ、あ、まあ、そうですよね、確かに。だってこの初恋にしても、うん、この方を思って書いたわけでしょ、まあ、そうですね、そうですね、うん、そうですね、はい、放課後の校庭で走る君を見た、遠くで僕はいつでもっていう、君を探してたか、すごいな、もうそれで聞いただけでわかるやん、もうこうなんかこういう感じ、ね、校舎の上からこうやって校庭見たら、ね、あの子がいてみたいな感じで、うんうんうん、で僕はいつもこの距離で見てたと、うん、憧れでって、うん、もうこれすぐ出てくるよねっていう、うん、すごいなと思うわこの書き方書き方ビデオかっていうぐらいの映画みたい、本当歌が、まあそうですよね、本当に私もそれは思いましたよね、うん、春雨でしたっけ、うんうんうん、あれもね、うん、映像本当映像、歌で映画を作ってるような感覚の人やなっていう、ね、思いますね。でもそれができるっていうことはやっぱりその、うん、何でしょう、多分そのご自身で頭に映像が流れながら書いてるんだ、流れてるん でしかもそれが自分が見てるっていう見方じゃなくて、うん、いろんな視点から一個のことを見るっていう見方ですよね、うんうん、言ったらだから平面じゃなくて感情の移りゆくのを書くんじゃなくて、うん、本当にこう情景描写もうまいこと入って、さまざまな要素を想像させてくれるっていうのは、ね、この「アキナ」っていう歌は大人向けですけども、うん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 、初恋に関しては僕今の若い人共感できる歌ちゃうかなと思うんですよね。いやと思いますよ。だってそんなね、校庭で走る君をずっと見てたっていうね、うん、誰かこれ今のさ、ね、若い人が好きなアーティストの誰かがもう一回これちょっとヒットさせてほしいけどね、まあ、カバーして ねセルフカバー、うん、セルフカバーじゃないですか、普通のカバーで ねこれ絶対共感できるでって思う。でもね歌むずいからそもそもそこですイメージがな、うん、そもそもそこですよこうさまあ、できる方がいるんやったら、いやこれ、ね、いやカバーしてね、今でも共感できるとは思いますけど、ね、うん、青春、今青春の方でもね、なんせ歌詞がね綺麗ですもんね、うん、まあ、曲も綺麗ですけど、うん、何の引っかかりもないっていう、うん、すごいな。でも明菜さんっていうのをこう思い描いて、ね、あんな風に書けるっていうのは、うん、それをだから歌とか歌詞にはぶつけれる方なんですよ ねリアルはちょっとこう、うん、デレアさんでって、うん、そういうちょっと可愛らしいところあるんですけど、うんね、歌になると男らしくなるっていう、それ反則ですよ ね反則やわ私惚れてまうわ普通にそんなされたらこんなんですけど、はい、ということでね、はい、今回は、村下幸三さんの明菜という曲と、ちょっとおまけで、はい、初恋を歌いながら初恋の人がドッキリで出てくるっていう映像を見てみました、はい、ということでこれぐらいにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは毎日見てよ、ありがとうございます。ということでコウさんどないします、私コウさん初恋練習してるって言うから、うん、ドッキリで同じようなシチュエーションしたら、あと覚えてるか、俺今初恋の人会ってるから、おもんないわ今普通に友達で会ってるんで、おもんないわすんませんな演技で驚いてもらうっていうのはどんなんですか。いや無理おーお前やん言ってもらえあかんもう雰囲気もクソもないよもうなんてもう全然雰囲気出へんから逆にそれおもろないから、お前やん言うてもマジで言うてめっちゃ久しぶりやんけ言うてそんじょそこいらの男友達に遭遇したっていうわけでもないのに、そんなんもいやどうなんやろな、でも長いこと会ってないとかやったらちょっとこう感動するやんな、男のでもね、その初恋の人、ね、久しぶりに会った時はやっぱりちょっと緊張した、
やっぱ俺でも。やっぱそうですよね、うん、男性にとっちゃ初恋の女性って超特別なもんじゃないですか。まあお茶しに行きましょうみたいな感じで、うん、そう言えながらコウさんにはないですね普段のね。そうそうそう、いや別に今どうのこうのって言われるじゃないんですけど、なんなんやろなっていうこうこのそわそわ感、なんかその当時のほらフラッシュバックでこう出てくるやんか。まあその記憶だけはちゃんと覚えてるんですね。でね、そこだけは覚えてんね。他はね、他はどうでもいいけど、もう青春時代のその時の初恋のとかはもうなんか出てくんな、忘れとっても出てくんな、ピュッと。そわそわしてたね。やっぱ男性ってその記憶って大事にしまっておくんですね、皆さんね、うん、そうね、大事かな。でも一番大事じゃん、ね、初恋って。うん、なんか私の男友達もみんな初恋の女性はやっぱりなんか別格やってみんな言いますね。別格別格、神神へーと思って。もう女の子は別にそんなね、あんまり関係ないんで、初恋の人はすごい、あー、そういうとか、そういやそうか、あんま言わへんな、うんうん、なんかあの初恋っていうか最初の人間より良い人間が出てきたらその人が一番になるんでね、そこら辺やっぱりなんかこう男女の違いやなっていうふうに思いますよね。明菜かすごいな。明菜さんの歌ってるやつをまた聞いてみたいですけどね。ね、そうですよね、うん、どんな感じで歌ってはんねんやろ。自分宛ての歌は自分が歌わないんで、こっぱずかしくてよう歌わんもん私。ポチプッと笑うかもしれない。もうそこがやっぱりこう一流なんですよね。まあそうですよね、一流って違うんですよ、やっぱり ねちゃんとできるんですよそういうことも。すいません私は、まあ、多分自分の歌なんか作ってくれへんと思いますけど、でもそういうことできるようにならないとダメなんですよ。我々も作りますよ僕、なんなら嘘ばっかり書いて。いややめてください全部嘘ばっかり。もうほんまにさっき言ったように足閉じ、全ての関節を閉じて、お前女になれっていう内容を書いた方がよっぽどかいですわワイルドな君が羨ましいみたいな書いた子はワイルドな君が羨ましいもう私それ歌いながら絶対これディストやろと思いながらなんかこう歌ってまいります。曲調がロックになりそうやな、ね、あロックやったらでもいけるんじゃん。ロックやったら出ていきますよな。ええまあなんかしましょうかそういうの。だからもう無理やり無理やりね。無理やりかけましょうか。無理やりかけと言われればかけれますよ僕は。やりますけど。悲しいですね。はい、ただあの歌うときに何やねんって言わんといてほしいけど、それ一番恥ずかしいもんな。こっち一生懸命書いたやつなんかもう鼻で笑われたらこっちなんかもうめっちゃショックやな。いや、まあ、そこはあの鼻で笑わないですよ。時間と労力を割いてやっていただいたものに対してそんなもん私ようそんなしませんの。あでもルームさんのテーマ曲っていうかそのなんかこのこれは俺なんかどっかで曲にすべきやなと思う。実はほうほう今までこう一生懸命やってきたやつを、あ、うん、その間の恋だろうっていうよりはこのまんまのやつを、まあまあまあそうですね、こうなんかなうまいこと表現したいなって感じ。そのまま書いたらダサいからうまいこと言いまして、まあまあね、歌は作りたいなと思って、ね、うまいこと言うてね、うん、うまいこと作って、はい、ということで、さ、オフショットか。オフショットでございます。喋りついて分かる、はい、オフショットでございました。ありがとうございます。10月